こっち行った方がいいね。どうも、松岡正弘です。本家の松岡さん、やり始めましたから。私もこれ撮っちゃおうと思ってね、ギロッポン来ましたよ。皆さん見てください。首都高です。オッケー、歩きながら行っちゃいましょう。行っちゃおう。どうしようね、本家のモノマネって言ってもね、よーく見たらタオル巻いてないと顔が似てないっていう。松岡さん本人にも言われたから。お前はね、よーく見ると俺に似てないっつって。本当に。ちゃんとタオル巻かないと似てないんだから。ね、こうやってやってね。松岡さんのね、特徴としてね、一つだけ伝えておきます。まあ、松岡さんの特徴として、昔のね、地名をやたら言うっていうのがありますからね。知ってる？うん。そうそうそう。だから俺が本当に、昔その川田町、旧フジテレビで仕事が終わったらもう四ツ谷の丸商で缶ビール買ってね。で、じゃあ旧防衛庁です。旧防衛庁の今でいうミッドタウンで飯を食って、で、霞町、西麻布。あそこで酒飲んで、最後麻布十番温泉で、ザブンです。あっは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 。ボエム行く？ボエム行く？あ、違うからね。そうなんですよ。本家はね、赤札屋で、行ってましたから。あそこの位置です、あそこ。あそこの。いいね、カメラマンさんいいね。ここです、いっちゃう。OK。 すごいすごいよ、案内されたところが松岡さんと全く一緒。本当にこれ奇跡が起きた。すごいね、本当に引きがあるね。スターってこういうもんだ。そう、スターってこういうもんだ。そうよ、スターはこうなる。これですよ、松岡さん瓶ビール飲んでました。すみません。あ、はい、キリンの瓶ビール。緑茶？はい、緑茶を。はい、お願いします。これですよ。みんなも飲んで、ね、ちょっとほら、みんな映してあげて、みんな映してあげて。いない。あちょっと、マグロのお刺身。マグロが420円だよ。マグロが420円。これもう渡哲也もびっくりです。マグロ懐かしい。じゃあ乾杯。じゃあ、俺はこれに恋してる。もう本当にもうこいつとも長い付き合いだね。飲んだぞ。そうそう、だから三田園のね、打ち上げをね、ここで。そうで、俺はたまたまですけど、たまたま街を歩いてたら、その三田園終わりなのか分かんないですけど、松岡さんに遭遇して、え、お前何してんだって言って、おはようございますって、仕事終わりですって、仕事終わり行くぞっつってね。そのなぜかの三田園の打ち上げの、中に入るっていうですね。三田園関係ないのに。三田園関係ないのに、三田園の演者さん何人かいて、そこで。一緒にお酒飲むっていう、すごいよね。持ってるな。持ってるね。松岡さんに関しては持ってるね。でここでも、ここの席もそうでしょ。はい、やばいよ、ゲップ出た今。松岡さんのね、あとね、特徴として先輩方をね、独特の名前で呼ぶっていうのは、俺に酒を教えてくれたのはね、冬木の親父でしょ、元冬木さん。あとは桑名パパ、桑名正弘さんね、いわきパパね、いわきのお父さんがね、いわき光一さん、あと笹さん、大魔神、大魔神。そう、大魔神がいるのよ、大魔神笹さん。本当に、なんか食べたいのないの？お腹空いてない？いいからいいから。もう松岡さんよく言ってます、ワインは飲むもの、お金は使うもの、デニムは履くものっつって、ね、女子女の子は落ちるもの、はい。これは言ってるか分かんないです。いや、言ってないか、これ言ってないか、言ってないかもしれない。ありがとうございます、はい。森田ゴーのモノマネをします。芸名なんだっけ。森田レッツゴーです。森田レッツゴーです。最近さ、松岡さんが坊主にしたでしょ。しましたね。松岡さん坊主にしたからさ、坊主にしないんですかってすごい言われる。いいよ、はい、松岡さんのねモノマネでやってるから別に坊主にしてもいいんですけど、松岡さん似てないんだから。顔は本当林先生なんだよ。似てる。が必要です。来ましたよ、ね、松岡さんね、こうやって
そこにね、下に。で、こう書いてあるか。ただ俺辛いの苦手だから。冷たい。冷たい。いや、冷たかった。うまい。辛い。今まで見た芸能人でかっこいいなと思った人、松岡さんやっぱぶっちぎりかもね。松岡さんはこうよくエピソードでも話してくれるんですよ。メガネはこれ本人にこれいただきましたから。ちなみにこのメガネをもらったエピソードで言うと、はい、一番最初に共通の知り合いの方がいて、今飲んでるから松岡さんと来いって言われて、はいっつってバーって言って、松岡さん内緒で後輩呼んでますこの人ですって言って、俺が出て松岡さんの真似で出てくみたいな感じだった。あの松岡さんちょっと後輩呼んでますこいつですって言ったら、俺があてっすあてっすブラボーって言って、そしたら松岡さんが一言、やるねやるねっつって、俺やるかもっつって、もういいいいもう恥ずかしいよっつって、ただ優しいのが村瀬ちょっとメガネにしてっつって、これで俺のモノマネやってるの、今後俺のモノマネするならこれ使いなっつってかけてるやつを、あいつはこれかっこいいかっこいい、うわっつってありがとうございます。しかも優しさがあるのが、その時レンズ入ったの、そしたらレンズ取っていいからねっつって、レンズ取らないと反射してもうカメラさんとかこう嫌がっちゃうから、はい、レンズ取っていいからねって、この技術さえの優しさ、へー、なんか照明が反射しちゃう、そう反射しちゃう、はー、松岡さんさ、あの俺がこう渡したやつを松岡さんがこれは俺がかけるからっつって、俺の下北で買った1000円のやつ下北で買った松岡さんっぽい1000円のやつをかけてくれて、ずっとそれを家でこうやってなんかこう飾ってくれてるらしい、そう下北のせいのやつでもそれで呼んでいただいたから、もう嵐さんとあの TOKIO さんの年末の番組に、はい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 、はい、何回もねいただいた後も何回も会うとね、俺これ気に入ってたんだからっつってあらっ人生ってのはピリピリするんですよちょっとピリピリするぐらいがちょうどいい。知ってる松岡さんお酒の頼み方、濃いめの時、焼酎濃いめ、硬い、硬い、硬い、あと日本酒のことをジャパンって言いますジャパン、かっこいい。もう俺は2軒目どうする、でもどうする、そろそろジャパン行く、大吉先生とジャパンを飲むと次の日に影響があるから俺あの勝手に想像した松岡さんの馴染みの店のお酒の頼み方ってことなんです、想像ですね、想像。若子何、ね、焼酎濃いめ、ね、瞳は佐藤秀美焼酎濃いめ、水木はシャンパンね、はい、リノネは日本酒、オッケー、すみません、固め固め泡茶番これ多分馴染みを見せるよ、固め固め泡茶番ですよ松岡さんが言いそうなのちょっと言ってみて、あのなんか言いそうなの、チーズオムレツ、チーズオムレツいいですか、チーオムね、チーオム、揚げ魚、揚げ魚、あタコ9番ナポリタンナポナポちゃんナポちゃんポテトサラダポテサラダシンプルこれね、松岡さんの真似してるとこれあるあるなんですけど、周りの人がこんなこと言ってましたよっていうのを教えてくるの、へー、でその一つがスーパー8 の, あの村上さんが、俺らのことを小僧って言いますから、後輩のことを小僧って言いますよ、はい、小僧たちって、うちの小僧が、うちの小僧がお世話になってますよ、でも嵐だけは嵐っていう嵐すげえから嵐すごい、嵐だけは嵐ね、できちゃった2軒目どうするときは伝票持ってね、今回はこちらです、2人でいくらだからいくらですね、ですぐ計算する、はい、3540円、2人で3540円、この後麻布十番行くよ、はい、あのすごい混んできたんですけど客を引き寄せんのよお客さん引き寄せんのよ、すごい、これ阿部ちゃんね、君ちゃん、ここが俺のこれ思い出の地、俺はここの通りで松岡さんに